初対初対ニトリの友人屋です。D 隊長です。隊長でございます、はい、今日はですね、はい、こちら K ホルネイ著、まあ、エニアグラムをご存知の方は、はい、また知ってると思うんですけども、はい、あの法内の法則というのがエニアグラムにあって、はい、自己主張、うん、追従、うん、有利型、うん、っていうのがあり、主張型というのはタイプ378、うん、要は積極的に働きかけたいっていう人、はい、で追従っていうのは、うん、人に追従するんじゃなくて、うん、物やことですね、うん、でその場で場に追従するっていう感じですかね、うんうんうん、でその場で自分がどう役に立つのかっていう動き方をする人、うんはい、という 1,2,6、うん、であとは有利型という周囲と関わることを避けて、うんうん、自分のペースを守りたいっていう人のこの法内の法則っていうのがエニアグラムにあるんですけど、うんはい、この元になったのが精神科医のカレン・法内さんという方の記された本がこちら自己分析っていう本を、まあ昨日見ておりですね、うん、そこに自己分析の手引きっていうのがあったんですね、はい、あなんだと、はい、あったじゃんと、うんうん、いやその自分なんてねえんだよってしきりに言ってましたが、うんうん、どうやら自己分析っていうのはできるらしい、うんはい、というのがあったので、うん、ちょっと今日はこちらから自己分析の方法を、はいお話しできればなと思います、はい、ちなみに隊長あの就職活動とかするときに自己分析ってされましたか？してないです。自分でどんな人間でどんな会社が合うのかみたいな。してないです。なるほど。どんなことがやりたいかですよ。なるほど。どこを目指していくかみたいなこととか、なんかその自分が何か迷ったときに、うん、あじゃあ自分っていつもこういうとこでつまずくなとか、うんうん、そういうことを考えたり、あまあなんだろう、どういうふうに行動するといいかなみたいなことは考えます。自分はこういうのが得意だから、はい、こういうふうにするといいかなとか、はい、そういうのは考えます。役者後書きっていうのをちょっと紹介させていただくんですけど、うん、この著書ホルネイ女子は、はい、我が国ではすでに、まあ、いろんな本で、うん、広く知られていると思う、うんうん、ってあるんですけど、うん、これあの初版が1961年なので、うん、ちょっと今時代がもうだいぶ50年、60年前ですか、はい、60年前の本ですね、うん、でこのカレン・ホーナイさんはもともとドイツでフロイトの正統派の訓練を受けた精神科医であり、うんうんうん、精神分析学者である、うん、で1930年代の初めにアメリカに渡り、うん、間もなく古典分析学派から分かれ、うん、1952年に亡くなるまで分析学会や分析者養成所を主催しました、うんはい、でこの法内さんはフロイトを否定したのではなくて、うんうん、ただ修正しただけだと言っているが、うん、フロイト分析学にとっては根本的な本能論や人格構造論、うん、井戸自我超自我を退けていると、うんこのホーネイさんによれば、うん、人間を動かすものは、うん、フロイトの言うように、うん、性欲と攻撃欲、うん、ではなくて、うん、安定感への欲求であるという、うん、この安定感への欲求は何に由来するのか、うん、例えば子供は親から構ってもらえないと不安を感じる、うん、これをホーネイは根源的不安と名付け、うん、この根源的不安は具体的には孤独感や無力感、うん、あるいは絶望感として感じられる、うん、でこの根源的不安を克服しようとするのが我々人間の行動のそもそもの起こりだというのであると、うんうんうん、でそしてその克服の仕方は人によって様々だが、うん、法内さんはこの本に10の神経症的傾向として分類しましたと、うん言ってるんですね、はい、じゃあその10の神経症的傾向っていうのは何か、はいうん、というと神経症的傾向の分類っていうのがあってですね、うん、10を挙げますと、うん、1、うん、愛情と承認への
神経症的欲求、はい、これは人を喜ばせたい、うん、と同時に人に好かれたいという欲求、うん、人の期待に沿おうとする自動的行動、うん、他人中心主義で自己を軽んずる、うん、すなわち他人の欲求や意見のみが唯一の行動基準となる、うんうん、自己主張をはばかり遠慮する、うんうんうん、他人の敵意を恐れる一方、うん、人に対する自分の敵意を恐れるっていうのが1、うん、愛情と承認への神経症的欲求、うん、では2、うん、自分の人生を引き受けてくれる相手が欲しいという神経症的欲求、うん、完全な相手中心主義で、うん、相手に人生上の一切のことを見てもらい善悪のけじめをつけてもらう、うん、相手としては、操縦法の上手下手が重大問題となる、うん、愛はすべてを解決すると考えて、うん、愛を過大評価する、うんうん、これは捨てられる恐怖と一人でいられない恐怖がありますと、うんうん、では3生活領域を制限しようとする神経症的傾向、うん、これは欲がなく、うん、些細なことに満足感を見出し、うん、望みとか願いとかは物質的なものに限っている、うん、目立たないようにしていつも人の後ろにくっついている、うん、現に有する自分の能力や可能性を見くびって、うん、謙虚遠慮を最高の美徳と心得ている、うん、以上の3つの傾向は、うん、重なって現れる場合も多いが、うん、それは各傾向が一つの弱さを持っていて、うん、その弱さの上に生活を築こうとしているからであると、うん、すなわちこの3つの傾向は自力に頼るとか、うん、自分の人生には自分が責任を持つとかいう傾向とは正反対のものであると、うん、しかしこの3者に共通の症状というものはなくて、うん、この3つの傾向は他の2傾向がなくても単独に存在し、うん、重要な役割を果たしているというふうに説明されています、うん、では引き続き4つ目、はい、権力への神経症的欲求、人を支配せんがために支配する、うんうん、主義、義務、責任などに貢献する、うん、最も主導者としてではなく一員に過ぎない、ああなるほど、うんうん、主義義務責任などに献身する、うん、これは別に指導者じゃなくても、うんうんうん、そっち側の側にいるっていうことですね、うんうんうん、で人の個性尊厳感情などを尊重しない、唯一の関心事は人が自分に服従するということであると、なるほど、でその中に 4A っていうのがあるんですね、うんうん、4A っていうのは論理的推理的に割り切ることによって自他を制御しようとする神経症的欲求、うん、知力や論理の全能を信じている、うん、感情を否定しそれを軽蔑する、うん、先見の明とか予想に最高価値を置く、うん、自分が間抜けになることを恐れまた判断を誤ることを恐れている、うん、っていうのが4の A、うん、で4の B、 意志の力を全能と信じようとする神経症的欲求、うん、意志の魔力を信じそこから得られた不屈の精神、うん、いかなる願望挫折に対しても戦う様というのがあるみたいですね、うん、なんで意志と知能っていうのが、うんこの4の権力への神経症的欲求にはあるという、うん、5番目、うん、人を利用し、うん、人に勝つためには手段を選ばないという神経症的欲求、うん、人を評価する場合は、うん、その人が使い物になるかあるいは利用価値があるか、うん、ということが根本である、利用対象は様々だが、うん、金、アイデア、性的快楽、感情などである、うん、人の利用法を上手なことを誇りにしている、うん、これは、まあ、逆を言うと人に利用されることを恐れる、うんまあ、つまり間抜け者にされるのを恐れるとあります、うんうん、では6、社会的に認められ名声を博したいという神経症的欲求、物、金、人間能力、仕事、感情など、うん、一切のものの価値を決めるのに
それらが名声に迫するに値するか否かによろうとする、うん、自分は人にどう受け入れられているか、うん、ということが自己評価を完全に左右している、うん、痛いところありますね、うん、人の羨望や称賛の念をかきたてる方法に関心が深い、うん、外的事情かまたは自分の内的原因で社会的地位を失うことをすなわち面目がなくなることを恐れています、うん、では7、うん、自己を称賛されたいという神経症的欲求、うん、自己の拡大されたイメージを持っている、うん、うぬぼれ、うん、すなわち自己愛、人の目に映るあるがままの自分によってではなく、そうありたい自分の姿によって人の称賛を得たいと思う、うん、人の称賛を失うことを恐れている、うん、では8、うん、個人的業績への神経症的野心、能力や人となりによってではなく、実際行動によって人に勝ろうとする、うん、自己評価の決め手は最高最善の恋人、スポーツマン、うん、作家、労働者であるということだと、うん、彼がその自分なりにそう思っているかどうかが大事、うん、また人に手腕家であると認められることも自己評価の決定因になると、うん、またそういうふうに認められないと腹立たしい、うんうん、この人は人を打ち負かすに際しては、うん、いつも破壊的傾向が混在している、うん、でこの人たちは失敗の恐怖があるとあります、うんうん、でこの678の傾向の共通性は、うん、他者に対する絶対的優越感を得ようという激しい動きが明らかであるということ、うんうん、この3つは相互に重なり合って、うん、時にはつながり合っている、うん、いますよと、うん、一例を挙げると、個人的称賛を受けたい欲求は、うん、社会的名声への願望と隣り合わせであると、うんうん、あと90があるんですけど、はい、9、うん、自立と独立への神経症的欲求、うん、何人の助けも必要とせぬ、うん、いかなる勢力にも屈辱しない、うん、何者にも束縛されない、うん、何かの奴隷になるような危険には近づかない、うん、で人に近づかず距離を保っていることをもって安定感の唯一の基礎とする。で10、うん、完全で火の打ち所がない状態への神経症的欲求、うん、絶え間なき完全癖、うん、欠点については陳思黙考、自責する、うん、自責、自分を責める、うんうん、完全であるとの理由で他に対し優越感を持つ、うん、自分に欠点を見出したり誤りを犯すことを恐れる、うん、非難、批判を恐れる、うん、でこのカレン・ホーナイさんは、はい、この神経症的欲求がどこから来るかっていうのを、うんうん、フロイトとは違って、うん、不安であると、うんうん、不安から来ている、うん、まあ、こういう不安ってことですよね。っていうのが、うん、フロイトさんは、うん、それを性と攻撃性の欲求からだよって言ってたけど、うんうん、ホーナイさんはそれを否定して、うん、不安から身を守るために、うんうん、こういう行動に出ている、うん、っていうことをおっしゃってる、うん、今のじゃないですか。名声を得ないと不安、完全でないと不安、あ、うん、でそれを僕は、うん、そういう行動をしているのは、はい、うん、自分を守りたいから、うん、はい、うん、フロイトは性、性だ、そうですね、性の暴走、はい、で法内さんは不安だって言ってる、そうですね、うん、でそれを多分エニア、まあ、読んでて今エニアグラムっぽい匂いはちょっとしましたよね、はいはいはい、各タイプが見えるというか、うん、まあ、僕がどこにもまあいそうな感じはしました。そこまで強くないけど、はいはい、あるみたいなのがどこにもあるみたいな、はいはいはい、うん、